高速道路上で煽り運転の末に、強制停車、いきなりパンチの瞬間、高速道路の中央車線で、強制停車。茨城県の常磐自動車道を走行中、左側から割り込んできた白いドイツ製高級 SUV。運転していた A さんは車を一旦やり過ごしたものの、またもや同じ車がハザードランプを点滅させて左側から割り込み、車が車線の中央付近で止まったため、車線を変えようとするも、前の車はその進路を妨害。両脇を次々と車が走り抜け、危険極まりない状況だ。車からサングラスをかけた男が、その後、A さんの車をパーキングエリアの入り口付近に止まらせた白い SUV。その車内からは携帯電話を手にした女性と、サングラスをかけた男が降りてきた。A さんによると、男は口を大きく開けて激高していたという。いきなり握り拳でパンチ、そして言い争う間、恐怖を感じたという A さん。A さんによると、この男は、お前は俺の邪魔をした。ぶっ殺してやるから出てこい、今すぐとずっと言っていた、という。男の怒りが収まる気配はなく、今度は運転席の A さんから携帯電話を奪おうとしたそうだ。その拍子に A さんがブレーキから足を離し、車が前進、男の車と衝突した。すると、男はいきなり握り拳で A さんにパンチ。A さんのメガネが吹き飛ぶ。さらに A さんを執拗に殴り続ける男。パンチは計5発に達し、A さんは唇を切るなどの怪我をした。その後、A さんが運転席の窓を閉めたため、男は窓を叩き、捨て台詞を吐いて、車で走り去ったという。一番重くて傷害罪懲役15年以下。一連の映像を見た若狭勝弁護士は、窓越しに運転手の人に対して、一方的にかつ何度も乱暴をしているというので、一番重いのは傷害罪ですね。懲役15年以下ということになります、とコメント。煽られたきっかけについて A さんは、右側の車線、追い越し車線を走っていたが、後ろからものすごいスピードで車が突っ込んできて、車線変更して避けようとしたが、隣のレーンにも車がいたので避けられない。それだけの理由で進路妨害したと相手は思って、煽ることをしてきた、と当時の状況を振り返った。ネット上では報道で知った人たちからの投稿などにより、男の車両情報が出回る事態となり、常磐道のほか、愛知県や長野県など複数箇所での目撃情報が寄せられている。A さんはすでに被害届を出していて、茨城県警が捜査を始めている。